もてなし力をアップせよ秋の INI ピクニック、イエーイ、イエーイ。はい、今回も匠が別のお仕事でお休みです。はい、うん、匠の分も楽しんでいきましょう。みんな匠見てるか、匠の分もいっぱい食べるで。 MC は僕が今日は担当します。 MC お願いします。最初の企画、食欲の秋ということで、お弁当でピクニック気分を味わおう。今回メンバーのみんなには事前に自分たちが学生時代によく作ってもらっていたお弁当をイラストにしてもらいました。みんな書いたよね。書いた。寝る前に書いた。ありがとうございます皆さん。それをスタッフさんができる限り再現してくれた。スタッフさんの愛妻弁当ってことですか？すごい、そうです。ちなみにフェンファン、はい、学生時代弁当とかなんかあった？ありませんでした。あら、そうなんだ。なかったんだ。なんか食堂買うタイプの食堂通ってました。食堂ね。されてる。俺もランチ給食みたいな取ってた時もあった。あ、まあ、多分そんな感じ。あ、そんな感じやった。あったあった。食堂で行って食べてました。じゃあ今回はあれか、想像して描いた感じ。そう、なんかアニメとかちっちゃい頃見てた、はい、アニメの中、その出てたお弁当とかそういうのを想像して、自分の理想のお弁当みたいな、はい、描いてみました。はい、でアニメお弁当楽しみよ。いいよ。はい、みんながどんなお弁当を食べていたのか、うん、ファンの皆さんも気になると思うので、うんうん、はい、お弁当を紹介しつつ、うん、食べながら、みんなで食べながら、うん、ピクニック気分を楽しんでいきましょう。はい、それでは早速イラストを見ていきたいと思うんですけど、フェンファンから。はい、はい、あれだよね、理想のやつね。理想の弁当、まあ、理想なやつなんですけど、いきます。せーの、えい、おー黒くて可愛い。幕の内弁当、ね、なんだご飯が真ん中の弁当じゃない、はい、確かに唐揚げ、はい、シューマイーで、真ん中ご飯で、ご飯の上にふりかけ、はい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 、漬物、はい、ポテトサラダ、はい、フルーツ、で、マカロニサラダは中央、はいはいはい、で、バランス考えて書きました。いい、シューマイいいね、シューマイ。中華もうちょっと入れてくるかと思ったら違かったね。お弁当といえばね、まあ、なんかこんなもんかなと思って。ではこのイラストを再現したお弁当がこちらです。おー、すごいすごい、めちゃめちゃ再現度高い。高いね、すごい、もうまんま、おいしそう、まんま、すごい、すごい、ちゃんと漬物もね、はい、あー、ふりかけ真ん中にちゃんと真ん中に真ん中にめっちゃ締めるし。フルーツは何来たん？フルーツぶどうとキウイです。再現度高いわ。ありがとうございます。すごい。じゃあなんかペンパンが気になるやつ1個食べてみよう。はい、懐かしい。いただきます。はい、何食べるんだろう。シューマイ食べます。シューマイ食べ、いや、ちっちゃいシューマイ。シューマイ、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 シューペンパンでシューマイマイ。おいしい、おいしい。いいね、いいな。いや、喜んでくれてよかった。どうですか、作ってないだろ。懐かしい味です。初めて。初めて。懐かしくないですよ。そうです。本間弁当やった。本間弁当やった。存在しない学生時代のお弁当が思い出しました。学生時代は存在してた。よくわかんねえことになってるけど。懐かしい。ありがとうございます。最高や。いいな。食べたいな。では続いてのイラスト見ていきましょう。リヒト。はい。リヒトすごいんじゃない？すごそうだね。イラスト得意ですからね。どんなどんな。俺のイラストはこれだ。あれ手抜きだね。すいませんでした。マジで普通に大急ぎで夜寝る前に書いて、一人で30秒縛りで書いたの。一人でいつもみたいに。いやそう。でもスタッフさんの再現度高いから全然大丈夫。ほんと、中身はちゃんと中身紹介お願いします。細長いお弁当箱でした。二段のね、二段の中にそう箸入れるスペースもあるみたいな。力富があるね。力富ある。なんか分かんないけどめっちゃ力富あるよね。そうそう、ご飯にまあ梅干し、ウインナーね、みんな好き。フランスパンかと思ってた。見えるけど、見えるけど、こんなちっちゃいフライスパン。弁当箱バカでけえ。卵焼き、はいはいはい、みんな好きね。定番ね。きんぴらごぼう、あー、きんぴらごぼう、
そうあったね。お母さん入れてくれてた。優しい。で最後俺も中華です。おー、チンジャオ、チンジャオロース。わー、いいね。いいね、チンジャオロース。なかなかないっすよ。一番好きだった。チンジャオロース喜んでたな。いいね。いやじゃあ早速急に見てみましょう。開けます。おー、すごい綺麗。ちょっとここに来た。これが一番な、な、奇跡。俺もそうやったこの箸が。わー、いいですね。すごい、いいな。あ、そのまんま。おー、まんまですね。このまんま。俺はチンジャオロース食べます。いいね。このピーマンとパプリカ、パプリカとうまそう。お肉、うわ、いただきます。うわうわうわ、味やべえうまい。やべえうまい。よかった。次行きますか。西くん。えい。おお。全然うまい。フリー素材で引っ張ってきた。絵文字。わかりやすいな。わかるでしょ。ほら。ゆで卵そのまま入ってるかも。これでゆでた方。これ卵焼きかゆで卵かわかんない。わかんないよ。卵焼きでしょ。卵焼き。目玉焼きかもしれない。目玉焼きかもしれない。これなんだと。ウインナー、ウインナー。そう。ええー。タコさん。タコさんウインナーか。え、これちょっと。これ何鳥？これこれ唐揚げですよ。これちょっとどうなってるか分かんないね。黒い点々ごま塩。ごま塩です。いいですね。カリカリ梅ね。カリカリ梅。カリカリマンです。一番好きだったおかずは。いや、まあ、それはでも唐揚げじゃない。みんな好きでしょ。好き。唐揚げは何ばってもいいですからね。唐揚げ。確かに。冷めてても美味しいから。確かに。間違いない。間違いない。確かに。見てみましょう。おわぁ、ちゃんとできてます。すごい、すごい、いいね。マジすごいな。マジすごい。ちゃんと俺理解してる。これでウインナーって分かった。すごいね。唐揚げも、しかもこのほうれん草もまんま。え、すげぇ。ごま、ごまいい。ちゃんとごま、ごまで和えてる。いいですね。すげぇ。うわ、すごい。何食べたいですか、兄貴くん。ほうれん草いきます。おぉ、いい。いいチョイスよ。うわ、普通うまそう。あぁ、美味しそう。美味しそう。美味しそうだな。お、うわ、もうこれだけで、あの、青春の味だ。いや、わかるわかる。まとまってなかったよ。ありがとうございます。早速じゃあ、どんどんいきますよ。はい、ピーサケロお願いします。はい、ポンポンといきます。僕のお弁当はこちらです。ドゥルーン。うまっ。うまっ。何すげー。キモ。遠目から見たらちゃんと米でしょ。え、タケルがほんまに書いた。マジでうまい。自分で書いた。え、え、うまっ。2000万割と1割米。そうそうそう。え、米多くしたかったの。うん、なんかいつもお米多くなっちゃった。へぇ。お母さんが。いや、自分で詰めんねんけど。そうだね。え、歩くないみんな。たまにね、ご飯の量だけやっといてみたいなとか言われたり。あ、具材詰めるの全部自分で。違うんや。うん。すごい。えらい。すごいな。えらい。お米があって、まあ、ご飯にはまあ、ゆかりとか、のりたまの日があったり、俺はね、カリカリじゃなくて、はちみつ梅干し。あー、美味しそう。酸っぱいの苦手だったり。絶対にマストで、あの、お母さんが作ってくれる、あの、世界一美味しい、ふわとろ卵焼きが。これがね、大好きなんですよ。めちゃくちゃハードル上げるやん。そうそうそう。もう実家帰っても絶対に作ってもらうぐらい、めっちゃ好きなんです。それ気になるね。お弁当、見てみましょう。やー、おいしそう。めちゃくちゃおいしそう。あ、マヨネーズもあります。ブリブリマヨネーズが。ブリブリマヨネーズ。キュウリはキュウリ。懐かしい。キュウリはないですけど、あ、トマトも入ってる。すげえ。何食べたい。卵焼きでしょ。ふわふわかっていうのね。卵焼きでしょ。マヨネーズをつけるのね。そう。あ、でもおいしいと、いつもご飯一緒に食べてんねんけどね。お、3つ入ってんじゃん。めっちゃふわふわ。世界一うまい。よかった。世界一うまい。ドイツ1位です。それでは続いてのイラスト、ヒロムのお弁当見てみましょう。ちょっとね、頑張りました。おはい。やば。え、うまっ。上手。急
教科書になってそう。すげえ。弁当立体的なところがヒロムっぽいな、なんか間違いない。まずご飯はふりかけご飯、ふりかけもうまいな。ふりかけご飯で、ね、卵焼き、はいはいはい、あとちくわの真ん中にきゅうり入ってる。あーあーいいね、はい、ナイスきゅうりだわ。あとあの定番のあのエビグラタン。あーおーなんかあるでしょ、あるでしょ、冷凍食品であった。そうそうそう、それで、あとね俺もチンジャオロースが入ってた。こっち入ってた。そう、俺なんかピーマンとかめっちゃ嫌いだったんだけど、うん、なんかこれでなんか好きになった。へえ、そうだからいいこと。めっちゃ好き。思い入れも。あと唐揚げですね。やっぱ唐揚げは入ってんだね。唐揚げね。このねグラタンのあのそれ、ね、そこにあの占いが書いてるやつ。あるね。入ってた。入ってそう。もうそれが俺めっちゃ楽しみだった。可愛い。ひろぶのお弁当はこちらです。はい。じゃあおい。エビグラタンある。ありますね。これだね、グラタン。これマジこれ。めっちゃその通り。お弁当すごいな。海苔の位置も完璧やん。完璧。ということで何を食べますか。何食べよっかな。まあ、もちょっとエビグラタン。うん。食べます。あとちょっとせっかく作ってくれたんで、あのチンジャオロースも。おお。はい。おいしょ。わあ、いっちゃう。わかるわかる。いいね。これ一口でいくのがいい。あ。書いてある？書いてないです。書いてないけどいただきます。さすがにね。大吉です。大吉うまい。これです。よかった。思い出した。うまい。よかったよかった。チンジャオロースもいただきます。あー、はい、いっちゃいな、いっちゃいな。うん、おいしい。これです。ありがとうございます。これです。はい、次僕いきます。はい、ドン。じゃじゃん。黒背景描いてみたんですけど、まずこだわりがお弁当箱が木だったの、ずっと。おしゃれ。マギワッパ。おお、マギワッパ。それや、マギワッパ。アイズのマギワッパみたいな伝統工芸ね。まあご飯と生姜焼き、いいね、アスパラの肉巻き、いい、ね、ブロッコリー、ミニトマト。ミニトマト、まあシンプルですね。アスパラ、シンプルか。いいね。そう、これアスパラの肉巻きがね、結構好きで。うわー、めっちゃ美味しいな。あ、待って、ご飯でさ、かっこいい海苔が中に潜んでるって書いてんだけど。おー、入ってるかな。ほら、さすがに入ってんじゃない。じゃあ、早速見てみます。よいしょ。うわ、気持ちいい。なんか潜んでるかな。めちゃめちゃ再現度高い。いや、マジでこんな感じだった俺、高校時代。一個ちょうだい。食べたい？食いてー。食いたい？じゃあ、後でね。やったー。アスパラ食べます。いただきます。うまそう。アスパラうまいよな。マジでうまそう。マジでうまそう。マジでうわー、アスパラベーコンだし。肉がしりしりいただきます。これおいしいわ。ベーコンじゃないタイプだ。もう幸せそう。想像通りのおいしい味です。最高や。いいな。いいね。ありがとうございます。いや、マジで緑一番多いわ。おー、いたいたいた。無理いたよ。潜んでる。潜んでた。そう、潜んでる。いますね。ちゃんと海苔弁だった。さすがにね。ここも入ってる。すげえ。海苔がしなってして美味しいやつだね。あ、間違いない。うん、美味しい。あー、ありがとうございます。次、ジン、行こっか。はい、こちらです。じゃん。あ、小学校の時に描いた絵、これ。弁当箱ねえじゃねえか。え、弁当箱はだいぶ昔に描いた。だいぶ昔の弁当箱描いたら、なんかちょっとあの難しくなっちゃうから。あ、中身だけ描いたな。そう、中身だけあればいいやって。みんなちゃんと描いてたからびっくりしたわ。中身は、中身は、中身な。卵焼き、ウィンナー、チキチキボン。何それ？チキボン。何よ？沖縄の。置いといて置いといて。トマト、ハンバーグ、ご飯。おお。一回感じ見せる。チキボン。チキチキボンなんですけど、これあの冷凍食品の食材です。チキチキボンって何？チキン？あの骨付きチキンです。はいはい。見たことない。チキチキボンボン。弁当箱見てみましょう。オープン。おお。そうだな。待って、ある。こちらがチキチキボンですね。これは。美味しいっすよ。こっちうまそうやん。めちゃくちゃ。めっちゃうまそう。チキチキボン。じゃあいただきます。何食べたい？あ、ウィンナーいきます。ウィンナー。あんだけチキチキボン。ウィンナーが一番好きやわ。いただきます。いいね。うまい。これが一番うまい。それでは次、マサイ君。こちらです。ドン。
うまい、水墨画それな、弁当の水墨画二段弁当で、まあ、一段にはご飯入ってます軍艦巻き軍艦巻きだよこれは、あと、弁当箱です軍艦あるで、あったらもろいかかぼちゃのコロッケ、タコさんウインナー、ブロッコリー、パスタ、卵焼き、肉のなんか美味しいやつ、美味しいやつ、シュガーパンです。シュガーパン、はい、これは嘘やろ。シュガーパンシュガーパンは購買で、絶対買ってました、はい、あお母さんが作ってたんじゃなくて、ではなく、あの購買で100円で売ってるんだよ。そういうことね、揚げパンじゃなくてシュガーパンです。一番気になるのはかぼちゃのコロッケですね。おー、一番好き、はい、まずやって書くのやめて。なんでいいやん別にちょっとなんかウインナーも顔描いてるし、ね、イラストライターみたいになってるよ、ね、なってるよ。それではじゃあまさやくんのサラダ軍艦見てみましょう。ダーン、いいね。肉の美味しいやつミートボールでした。ミートボールになってるね。いいね。これシュガーパンです。え、牛のシュガーパン、これマジうまそうやわ。美味しそう。実際はこれの3倍くらいある。逆にね、逆にね。何食べたいですか、まさやくんは。やっぱかぼちゃのコロッケじゃないですか。めちゃシュガーパン気になるかも。うまそう。ぎっしり、ぎっしりや。ボリューム、いいね。あー、食べちゃった。すごい。うん、どうですか、お味は。うまい。おお母さん、いつもありがとう。いいね。まだ作ってもらってる。まだ作ってもらってる。何年前だ。懐かしいですね。懐かしいですね、はい、ありがとうございます。美味しそうや。はい、では次京ちゃん。はい、京ちゃんの絵楽しみやな。あ、大丈夫大丈夫大丈夫。うん、はい、こちら。頑張ったでしょ。頑張った。なんかいいわ、まあ、色も使ってますから。トマトを上から見た感じ。、まあ、材料は唐揚げ、はいはい、あと俺はアスパラベーコン。ベーコンか。アスパラベーコンね。はいはいはい、やっぱ定番の卵焼きと、はいはい、ウインナーと、はい、トマト、トマト、そしてポテトサラダ。いいですね。あのご飯が、あのふりかけもあったんだけど、うん、あの鮭フレークが俺好きで、はいはい、それよくね、あの乗っけてもらってたんで、いい、今回これをかけました。うまそう。うまそう、はい、何が一番好きですか。まあ、好きなのは俺もやっぱアスパラ。おお、アスパラベーコンだよね。うまい。マジでうまい。マジでうまいから。マジでうまいね。俺がやっぱ一番好きですかね。ではこのイラストを再現したお弁当がこちらです。あー、すごい。おお、めっちゃ手作り弁当感ある。あ、すごい。いいね。すごいです。いいな、ね、鮭、ね、がいい色してる。おいしそう。うまそうやな。うまそう。おいしそう。うまそう。超美味しそう。一番気になるのはアスパラベーコンですね。やっぱりね、アスパラベーコンいただきますね。いけ。おどうや、どうや、うん、思い出す。あ、最高、うん、思い出の味、うん、思い出の味、めっちゃうまいです。ありがとうございます。よかった、うん、いいね、鮭フレークいいね。いいでしょ、お弁当っぽいよね。素晴らしいね。うまっ。続いて最後、雄大。はい、僕が描いたお弁当はこちらです。おお、かわいい。見える？ちょっと紹介お願いします。タイトルついてる。タイトルついてる。雄大の二段弁当。二段弁当、はい。雄大の、あ、いや、あんまりいらん。フラフラフラは僕のやつは、ご飯と、ハムレタスで、卵焼き、豚の生姜焼き、はいはい、トマト、うん、バナナです。バナナ、バナナ、何が一番好きでしたか。これはあのハムレタスがめっちゃ好きで、ね、おしゃれやな。美味しそう。いいね。見てみたい、見てみたい。そのお弁当見てみます。はい、レッツゴー。こちらです。おー、再現度高いですね。やっぱ高い高い。そう、すげえ。でもバナナいつも入ってたらな、お昼になったら黒くなってたわ。参加してな。参加して。雄大は何食べたいですか。ハムレタス食べます。バナナみたいな。気になる気になる。かわいいね。いけ。お父さん、お父さん、おいしい。お父さんが小さい頃作ってくれてました。どうした、めっちゃ美味しい。よかった。いいね。よかった。いやですね、はい、いいですね。無事みんな終わりましたね。はい、はい、それではみんなでお弁当食べちゃいましょう。やったー。うまっ。みんな美味しそうだな。美味しそう。おいしょ。お、
やべえ。これ下にも入ってるよ。いただきます。うまっ。何気にお弁当食べながら友達と喋る時間一番好きだったわ。めっちゃわかるわ。俺めっちゃダッシュで食べて昼休み外行ってたわ。うわー、ワンパクだね。みんなでグローブ持ってきて野球してた。いいね。サッカーしてた。もあったわ。やってた。うん。頑張って遊んでねえわ。昼休みあった。あったよ。何してた。昼休みにその1時間のうちに終わらせなきゃいけない宿題とかもあって。なるほどね、めっちゃきついやん。 それなんか週3ぐらいあって。やばっ、みんなそれに追われてた。で残りの2日は昼寝します。よく見るわ、はい、なんか中国とか韓国の人たちのなんか勉強とか結構大変そうらしいから。そう、結構割とね、高3とかマジで昼休みも休める時間暇なかった。なるほどね。だからこんなに頭いいのか、先輩。いやいやいや、さすがやで、ほんま。なんかさ、ジンジャーロースうまいな。あの、親がさ、今日であんたのお弁当作るの最後か、みたいな言われんかった。あったかも。俺さ、言われて、高校最後の時に、なんかその朝泣きそうやった。わかる。いいな、感動だな。なんか、お前の弁当今日で最後か、早いなって言われた。へー、ゆうたくんのお父さん会いたいわ。サーモン握ってほしいもん。握ってくれるわ。皆さん、お弁当どうですか、美味しいですか。何よ、ね、神うまいです。ありがとうございます。神うまいですね。うわ、チキチキボン懐かしい。ということで、今回は実際に僕たちが学生時代に食べていたお弁当を再現してもらいましたが、自分たちで作ってみる企画もやってみてもいいかもね。お弁当企画。お弁当作ったことある？なんかある。ある。なほぼ冷凍食品で固めたけど。やったことある。俺全くないわ。全然ない。キャラ弁とか作ってみたいわ。キャラ弁、いいね。確かに。ノリで仮面ライダーとか作ったり。そうそうそう、いい、ね、なんか切ったりとかしてから、ね、やば、うまかそう。それでは後半はどんな企画をするのか、皆さんお楽しみに。楽しみに。またね。ごちそうさまでした。ありがとうございました。ごちそうさまでした。だから動かすなって。それ完璧や。ペンファのこれ食べてみて。そのいい。イエーイ。イエーイ。いいです。いいですね。はい。ここでは僕のお前と中国の歌詞を紹介したいと思います。めちゃめちゃ完璧見てる。今週のゲストはこちらです。はい、ホートウェイトです。はい、ホートウェイトさん待ってる。ホートウェイト、はい、に来ていただきました。今日何するんですか。はい、今回紹介したいのは、はい、ラーティオ。ラーティオ。ラーティオです。ラーティオ。ラーティオ、こちらです。何これ。あ、ラーティオか。はい、ラーティオ。ラーティオか。これなんですけど、この小麦粉と唐辛子を練り合わせた麺を蒸したもので、小学生の時とか本当にみんな食べてたの。もうじゃあもう結構国民的に好かれてるお菓子なんだ。そうそう、しかもなんか安いから、めちゃめちゃなんか駄菓子的な、そういうさ、なんか小学生のとか、その学校終わりとか、その、あ、なるほどね。ちっちゃい子でも買いやすいような値段なんや。これ1本何円ぐらいな。俺が子供の頃買ってた時、マジで安くて、あの、中国のお金の1元なんだけど、1元、0.5 元から1元なんだけど、だいたい日本円で10円、20円ぐらいっていう驚きの安さ。中国でめちゃくちゃ安いんですよね。はい、めちゃめちゃ安いです。小学校の帰りとかにも食べるもんな。そう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 。で、これあの、名前通り辛いです。わからんわからん。あの、ラー入ってるじゃん。ラー油ってわかる。あ、ラー油わかるわかる。そうそうそう、ラー油のラーなんだから。あ、辛い油で、油でラー油で、これは辛いティアオでラーティアオ。ティアオは棒、はい、スティックみたいな。スティック、そう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 、はい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 、辛いスティックね。辛いスティック、あ、ラーティアオ、はい、あ、どんな味なん。まあ、でも辛いんやろうな。タケルが食べて。あ、俺が食べていいんこれ、はい、マジで。タケルが食べて。いただきます。はい、ラーティアオ。どう？あ、大丈夫。
まあ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 。意外といけるかもしらん。いける？意外といけるかもしらん。いける？癖になるっていうのがめっちゃわかる。わかるでしょ。なんかね、香辛料の味。香辛料なんかスパイシーだよねこれ。なんかね、めっちゃ奥の方に旨味がいっぱいあるねやんか。うんうんうん。でこれとか、うん、結構味が濃いから、うんうん、そのお酒のつまみとかにしても全然合うし。絶対合うと思う。そうそうそう。どう？思い出す？うん、懐かしい味。うん。え、これってやっぱフェンバンが食べても辛いん？なんかちょうどいい辛さ。ちょうどいい辛さ、ね、うん。なんか病みつきになるって感じなんだ。うん。思い出の味。これね、全然日本でも買えますので、うん、ぜひ皆さん気になったら、あのネットとかでも通販とかでも、はい、あの買ってみてください。何でしたっけ名前？ラーティオ。ラーティオです。ラーティオでした。ということで次回もおすすめのお菓子紹介しますので、はい、ぜひ次回も、見てください、はい、バイバイ。シンクラ合ってる？合ってるよ、せーの、シンクラ、バイ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 。